はい、どうも、奥本でございます。BTC の価格ですね、49万5000円で、まあ、24時間対比で見るとね、2.43%上がってるような感じになってまして、で、以下ですね、このように、まあ、リップルだけが独特、まあ、ステラもね、独特っちゃ独特ですけどね、えー、まあまあ、あまあ、ここは本当、直近で見た場合に独特な動きをしてるんだって、まあ、通常ですとね、 えー、BTC とかとはあんまり変わらないような動きをするんじゃないですかね。えー、でございます。で、まあまあのー、このね、BTC についてね、えー、2つの見解。まあ、こっちが見立てとしてはね、ブルーバーグから出てる記事で、えー、これね、えー、見てみるといいんですけども、まあ、これですね、えー、と、2018年大暴力 なくとも言える勢いで下落が続き仮想通貨だが、中でも今週最悪の1週間となりそうだ。BTC は23日も急落、4000ドル接近。他の仮想通貨大幅に大きく値下がりをしたと。地下総額大きい仮想通貨の指標であるブルーバーグ、ギャラクシー・クリープと指数は16日以降に23%低下。 週間ベースとしては、時価総額がピークをつけた1月初め以来の最大の下げ。はい。で、ここから注目してほしいんですけども、仮想通貨は昨年、過去に経験したあ大規模バブルの多くを上回るペースで上,上昇した後、急落して時価総額が7000億ドル近く減少。 そして、この下落傾向が弱まる兆しはほとんど見られない。大半の加通がすでに70%を超える下げとなっている。オアンダのアジア太平洋地域トレーディング責任者、スティーブン・イエ・イネス氏は、相場の底を躊躇するような強い証拠はまだ目にしてないと。 えーまあ、こちらも続くんですけどもと、シンガポールから電話取材に応じたイ,エスイネス氏は、仮想通貨市場になお多くの人が参加しているとし、BTC 崩壊し、3000ドルに向かって下げるような状況になった場合は、極めて深刻な事態になる。投資家は出口を求め、売りが殺到するだろうと予想した。 イ・ネス氏は自身の基本シナリオとして BTC、短期的には3500から6500ドルの間で推移すると予想。その上で1月までに2500ドルに下げる可能性もあると指摘したと。ブルーバーグのデータによれば BTC は23日1時7.6%下落、ニューヨーク時間午前9時4分。 現在は3.7%安の4266ドルで、このまま取引が終了すれば、終わり値としては2017年10月以来の安値となると。えー、まあ注目点はここですよね、1月までに2500ドルまで下がっちゃうんじゃないのと、まあ、今から見ても半年ぐらいになっちゃうよっていう話になりますよね。 はい、今あ、50ドルぐらいですからね。これが半値ぐらいになっちゃうというところです。うん。これは怖い。えー、というかね。まあまあ、しゃーない話なんでしょうけど、相場のことなんでね。えー、で、まあ、一個いいニュースがであるとすれば、まあこれでしょうね。 BTC の送金っていうのは、時間がかかって手数料が高いというところは、まあまあ、有名な話ですよね。で、えーまあ、これね、ライトニングネットワークの実装ですよ。 拡張性の問題に対処するため、一部で技術開発が始まってて、ライトニングネットワークは決済迅速化、低コスト化するために設計されたもので、ブロックチェーン技術に付加することで可能なード。また、まだ開発途上だが、処理能力と利用が拡大し始めている、データ集計会社、 1ML によると、同ネットワークに接続する端末は8月以来25%以上増えたというところですね。ユーザーによると、ライトニングネットワークを使えば、ブロックチェーン上のように時間のかかる処理を、え、な、わけなくかなわけなくて、な、へ、隔たなくてもかな失礼。えー、2社間の送金が可能なので人気がある。 フィンテックのスタートアップ企業をリボルトのエド・クーパー氏は、ライトニングビットコインの拡張性問題と一部解決してくれる。決済を BTC の世界に送り込んでくれると話したと、はい。今のライトニングネットワークが、これね、本格的にピシッと実装すれば、今のですね、 えーまあ、BCH 並みの送金速度になりますから、あ当然、手数料もね、えー、コストも下がります、そうなってくると、それこそフランスのタバコ屋でね BTC 決済が可能だっていうニュースが数日前に流れましたけども、あのー、ああいうふうになっても全然問題じゃないっていう話になりますよね。はい で、こっからはですね、勝手な私のね、お話なんですけども、これ、ビットメックス、ビットメックスのページを今出してるんですけども、こいつ、あのー、私が保有してるであろう、エイダのね、数字が全然乗ってないんですよ。多分、うんここの口座にですね、800、800までないかな。あまあ、先着ぐらい。 先着ぐらいあったと思うけどな。まあ他の通貨もそうなんですけど、まあ、例えばトリグとかね、えー、上場廃止になってあったね、トリグとかもここにあったはずなんだけど、おここお、表示がされないんですよ。ウォレットとしてはビットメックスの方で、えー、機能してるよっていうところで、まあそのまま、ね、放置して、で、今ログインしてみたら、あーまあ出てないと。で、えー、まあこれね、 なんだっけなあと、まあ、怒られたというかね、なんか、不正にアクセスされてますよっていうのが出てて、なんか、セキュリティ面でね、ブロックがかかってるみたいなんですけども、とはいえですね、なんか、前に開いた時もダメだったので、ビットメックスってめんどくさいんですよ。あの、ビットレックスか。あとね、 一回ログインをして、で、メールが来るので、メールからまたね、再度ログインをするんですよ。で、ログインをした後に、ログインってパスと ID を入れて、えー、まあ、ものによっては二段階認証を入れてね、やっていくんですけども、あのー、それがですね、なんだろうな、怒られたって言えば、これビットメックスいいね。パスワードとか出てこないから。あー、これね、あのー、これね、 なんか、不正にアクセスされてみたい、みたいですよっていうので、これをなんか、ああ、報告みたいのを、また再度上げなきゃいけないみたいなので、まあ、これのせいでログインはできないのかな、ログインっていうか、数字が反映されてないのかなと思うんですけども、ただ今、私のこのね、えー、パスワードと ID で入ってるわけで、で、それで数字が乗ってきてないのかなんかよくわかんないです。前も乗ってきてなくて、皆さんもビットレックスは、 数字は載っているんでしょうかね。えー、っとね、えー、それでお話を持ってきました。はい。で、最後になりますけども、おちょっと余談に入れようかな。今、歯の、ね、治療行ってきたんですよ。で、今、麻酔が効いてて、下の動きが悪いんですけども、えー、っと、おまあ、神経ですね、とうとう私の奥歯のね、 奥からあ親知らずを入れて数えると、3本目かな。あの奥の神経を1個取ってきました。えー、で、これから免停っていうかね、歯の格好にしていくみたいなんですけど、うーん本当気をつけてくださいっていう話なんですよね。要は、この辺までですね、のね、うーん、髄っていうところまで、どうやら虫歯が足して、もうエナメルを超えてね、造牙質を超えて、 で、死髄っていうところまで虫歯が、ここになってくると神経が来てるんですけども、増減質を超えるか超えないかぐらいの感じでもかぶせてたんですけども、これがですね、炎症を起こし始めたというところでの、どうやらここ数字の、ね、歯の痛みだったらしいんですよ。で、いよいよ、まああまあ、その、ね、先生に言わせると、まあ、炎症がひどい、まあ、リスクというか、 あ神経を取るリターンはあるよって言われて、それでですね、神経をまあ今、取ってるような状態だと思うんですよね。で、取ってきました。で、これを取ってしまうと、何が大変なのかっていうと、神経を取るとね、要は、成長ホルモンが入ってこないんですよ、こいつに。歯にね、周りの歯にね。成長ホルモンが入ってこないってことは、維持をするのに大変、大変っていうか、何ていうの、ほら、 私たちって動くのに、も、う、の、ん、を食べる、で、ブドウ糖になる、エネルギーになる、で、動けるじゃないですか。それ、自然、ごく自然ですよね。だ、それも歯で、えー、もう行われてたんですよね。えーまあ、栄養を歯に送って維持をすると。歯は歯で、も、え、のー、を噛み砕くう、まあだ、唾液が出て消化しやすくなり、体内に入れて、で、えーまあ、エネルギーになっていくわけですよね。 これを、で、ブドウ糖として動きな、ガソリンになって動くと言うんですけども、そのエネルギーがこの歯に神経をとってしまうと入らなくなったってことなんですよ。要するにね。だから、あーまあ、維持っていうのも、なんだ、あ強度も、本来であれば神経が通ってる状況であれば、10割のものが3割の強度になってしまうとういうところなんですよ。なので、歯は本当大事にしてください。 で、虫歯だけではなくて、今度ね、えー、年齢によってはというか、あ歯茎って年々、えー、ある程度の年齢に行くと下がってくらしいんです。で、私これ、えー、こう中高年の口開けた時に、ちょっと目が最近行っちゃうんですけども、歯茎が下がってるかどうかとかね、で歯,がの歯が伸びてるような状態ですよね。歯が伸びてる人はどうなのかでやっぱり高年に行くと行くほど、 歯が伸びてるような感じになって歯ぎ、歯茎が下がってきちゃってるんですよね。で、これを歯想膿炉と言って、で、まあ、土台、この土台ですね、土台がどん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 こう下がっていくわけです。歯が本体があって、どん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 。で、椎、え、茎、ー、は抜けてしまうと、はい、いうところなので、本当にいい注意をしてください。で、歯層膿炉ってなんでなるのかっていうと、歯垢っていうものがあ採石化っていうのかな、石みたいになって、石石になって、で、ここの ここ,ここに入ってくくんですよね。歯と歯ぐきの間に。で、ここでこう、どん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 蓄積されて、で、同じです。あのーまあ、木をね、えー、根っこから抜いてしまうと、枯れてしまうのと同じで、やっぱり栄養はいかなくなるんですよ。ここ、こ栄養をちゃんと送ってくれる、このね、ここの部分、歯ぐきが下がってきてしまうと、歯石によって邪魔されてね、えー、歯ぐき下がってきますよね。で、栄養がいかなくなる。 栄養がいかなくなると歯が抜けてしまうと。どん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 これ栄養がね、えー、まあこれ、台風とかで木が抜けたりとかね、あると思うんですけども、ああいう状況になっちゃうんですよ。どん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 こう周りの土があ雨とね、風で流されて、で、木がポキって取れる。っていう歯も同じような環境になってしまうんで、本当歯はね、えー、本当気をつけてください。ここ、やっぱり物を入れるところが一番ね、 えやっぱり栄養っていうところで、まず一番最初に通るところなんでね。なので、本当にね、私は本当にね、これはしたくなかった。まあ、なんとかね、耐えてて、それでも10年ぐらいね、この奥歯の3番目かな、親知らずから見て、親知らずから数えて、親知らず、次の歯、で、今回の歯、でいう形になるんだけども、この本当、結構大事な歯、なんか50キロぐらいかかるらしいんですよ。 重圧というかね。えー、なので、本当に神経は通ってて欲しかったんだけども、そいつの神経を抜いてしまったのっていうね、えー、悲しい事態になってしまったと。はい。で、この話は終わりで、で、最後に、明日、明日、今日が何曜日土曜日か。えー、っと、明日ですね、YouTube ライブやっぱりやろうとお。やっぱりやろうっていうかね、お話をしてこなかったんですけども、おここ2日ぐらいね、歯が痛くて痛くてね、 えーまあ、お話をしてこなかったんだけど、まあ、YouTube のライブの内容としては、えー、要するに預金封鎖ですね、えー。この前盛り上がった預金封鎖のお話をそのまま持ってきてで、その預金封鎖があった場合に、株,株はどうなんのと。株を保有しているものはどうなのと。じゃあ、えーえーまあ、円に対して力がなくなるっていうね、円に対してなんていうのかな。 100万円あるものが国から、ね、50万円税金だよって言われた場合に50万円しか残んない。ってことは、円の力が半分になっちゃうわけですよね。日本国民から見た場合にね。その円のうんが関わってる為替の力ってどうなってくるのと。あと、その時の預金率が高い高齢者層は、ね、どういった行動をその時に取るんだろうかと。まあ、その お預金封鎖があるよっていう噂話が流れて、いよいよ預金封鎖が起きましたの、この前の段階ですね。この前の段階で、高齢者は現物を保有するのか、金を買うのか、それとも家みたいな土地みたいのを買うのか、どういった行動を取るのと。で、まとめとしては、結局私たちは何を持ってたらいいのかと。おで、えー、例えばなんですけども、年金って積み立ててるじゃないですか。 年金積み立てたものはどうなるのとかね。はい。えー、で、えー、まあまあ、そういうお話をしたいなと。まあ、広がる話だと思うので、えー、っとね、参加できる方はぜひね、預金封鎖、まあお金の価値ですよね。えーまあ、命の次に大事と言われるお金のこの価値について、で、それが預金封鎖によって、 え本来である半分だとか3分の1とかにされてしまう可能性があるというところでのこのリスク管理の、ねえー、についてちょっとお話を、ねえー、私も教えてほしいしいまあ私は線路の、ね、役,割役割になって皆様の、ね、柱手をしてですね、えー、まあホストとしてちょっとつなぎたいなと思いまして。 皆様のお知恵を拝借したいなと思いまして、この場を借りてですね、YouTube Live の決定という形。まあ、やるのは20時からか21時からになります。明日のです、ね、25日の 20, 20時からか21時。まあ、その辺でしますので、よろしくどうぞお願いしますというところですね。はい。それではね、えーまあ、昼動画を撮ってみましたけども、 本当ね、えーまあ、メンテナンスですね、えー、仮想通貨の取引所もそうだし、自分の体もそうだしね、えー、本当に年を取るっていうのは結構大変なことですね。えー、本当大変なことなんで、えーまあ、この辺も含めてですね、えーまあ、管理をしていきましょうっていうところでのアナウンスでございました。はい、それではね、えー、素敵な相場ライフをお送りください。バイバイ。